カンダハール包囲戦は、1737年4月に、ホータケイアサ支配下のアフガニスタンドイカンダハールで起こった包囲戦。アフシャール町のナーディルシャアがアフガニスタン南部に侵攻し、ホータケイアサのフサインホータクが抑えていた王朝最後の拠点を襲撃したことから勃発した。現在のカンダハールにおける古カンダハール地域で展開された包囲戦は、 アフシャール朝がホータキー・を破る1738年3月24日まで続いた。これにより、カンダハール一帯はアフシャール朝に並行され、ホータキー・は滅亡した。ホータキー族はムハンマド・シャーの進化ではなかったが、一族の大多数はたびたびムガル帝国に報じていた。ホータキー朝もムガル帝国もスンナ派であったのに対し、ペルシアを支配していた。 アフシャール朝はシーア派であったため、この行動がナーディルシャーの進行を招く結果となった。カンダファールでの包囲戦はほぼ一年にわたって展開された。しかしアフシャール朝には工場法が不足していたため、大半は戦果を交えることなく終わっている。次第に苛立ちを見せたペルシア人はカンダファールの吸収を幾度も試みたが、パシュトゥーン人は挑発的に反撃した。 包囲されたカンダハール法滝キ朝の軍勢は、包囲を前提にして、カンダハールに食料を溜め込んでいた。1737年末から飢餓が広がり始めたが、ナーディルは、カンダハールの食料が底をつくにはしばらく時間がかかることを認識していた。なお彼は、サファビー町のアパース3世を退位させ、自身がペルシアの統治者に即位したばかりであったため、 包囲戦の最中しばしば戦線を離脱している。1738年3月23日、彼は人海戦術を取るためバフティアーリー人から3000人を募った。この時の指揮官にバフティアーリー人の中からムーンラーの称号を得ていたアディネー・ムスタフィが選ばれている。ナーディルは当初、彼が直面した脅威を理由にムーンラーの参戦を断念させようとしていたが、 党のムルダーは参戦の意思を曲げなかった。攻撃前夜、ナーディルは、個人的に、バフティアーリーへ、攻撃が成功した赤月には千ルピーの報奨金と、千利品の山分けをすると宣言している。3月24日、バフティアーリーたちは、チェフヘルゼナの崖に身を潜め、カンダハールに吸収を仕掛けた。要塞防衛のため見張り等にいた、パシュトゥーン人は応戦したが、 大きな損害を与えることはできなかった。多くのバフティアーリーは城壁に到達し、はしごをかけて内部への侵入を試みた。ムッラーは真っ先に城壁の最上部へ到達したため、それを皮切りに城壁で激しい戦闘が勃発している。徐々に城壁はバフティアーリーの手に落ち、要塞内部への侵入も開始された。 その後彼らは城壁へ火砲を上げ、内部への砲撃を行い始めた。パシュトゥーン人は要塞を奪取するため反撃に出たが、バフティアーリーのジャザーイエル地による猛者の前に倒れていった。フサイン宝卓と少数のパシュトゥーン人は戦意を喪失し、カンダハール工法の城塞へ撤退した。見捨てられたカンダハールの住民たちは、ペルシアの捕虜に取られるか、殺されている。 ペルシア側は城壁に設置されていた大砲を奪い取り、城塞へ向けて砲撃を始めた。翌日、城塞に立てこもっていたフサインたちはついに投降し、30年にわたってペルシア一帯を支配した宝滝以上は滅亡した。ペルシア軍によって破壊されたコカンダハールの城塞、ナーディルシャーは、約束通りバフティアーリーたちを盛大にねぎらい、彼らを率いたアディネー。 ムスタフィには袋一杯の金を与えている。フサイン宝クは捕虜となった者の寛大に扱われ、他の宝卓やアサの王族と共にマーザンダラーンへ追放された。なお、彼らは後に残土アサによる虐殺に巻き込まれて殺害されたと推測されている。一方で、ナーディルはフサインが徴用した軍司令官であるムハンマド・セイダル・ハーンに疑いの目を向けていた。 後々騒動を起こしかねないと判断したナーディルは彼に対し失明するよう命じている。カンダハールは砲撃により壊滅状態であったため生き残った住民はアフシャール・アーサが南東約10キロの地点に建造した新たな都市に移住した。後にナーディルは自らの名を取ってナーディラバードと名付けている。これを機にカンダハールの旧市街に住む者はいなくなったが現在でも 都市遺跡として現存している。ありがとうございます。